はい、こんにちは。この子猫です。今日の一日一つは、そして誰もいなくなったです。赤坂イスティの傑作ミステリー小説ですね。いやー、私もね、初めて読みましたが、これはすごかった。まあ、ミステリー小説とか、推理小説とか、まあ、多分ね、そういう枠組みではないですね、これ。一、まあ、つのね、エンターテインメントとして非常に優れた作品でした。陸のこと、 兵隊島に集められた10人の男女。職業も年齢もバラバラの彼らですが、突如、食事の席で、おののの過去の罪を何者かによって暴露される。混乱のさなか、10人のうち1人が急に倒れてしまって。果たして彼らは無事島から脱出できるのか、そして犯人は一体誰なのか、というお話。 いやあもうね、最初から最後までノンストップで楽しかったです。380ページくらいあるのですが、ほぼね、途切れず、一気読みにしてしまいました。まあ、この小説ね、推理小説としてはいろいろと穴はあると思うのです。まあ、トリックがね、ちょっと微妙だったり、まあ、動機に関してもちょっと強引だったり。いやでも、そんなのね、全然気にならないくらい、アカサ・クリスティのね、物語構成の魅力がすごい。 一瞬で、ね、物語の中に引っ込まれて、その後ね、息つく間もなく次々とね、話が展開するんですね。なので、次は何が起こるんだろう次は誰が犠牲になるんだろうあれ、残ってるのはあと何人だっけみたいなね、ことをね、考えているうちに、いつの間にかフィナーレになってるんですね。いやー、楽しかったです。まあね、小説のね、本質であるエンターテインメント性、それをね、狂言にまで高めた一冊。そして、誰もいなくなった。 ぜひ読んでいいただければと思いますとこのようにこのチャンネルでは毎日1冊おつめ本を紹介していますので気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ